僕が1月1日、わらがみ様は突然にっていう番組に、出演オファーが来たって言ったら、信じますか？これレンガは、はい、この距離はもうレンガの倒れた距離、そうそう、まんまでやってるんですか？まんま。まんまやとそのまま違う。ちょっと縮めてるんですか？そうならなあかんねえで、倒れた時には三角形になるんやで。はいはいはい。あ、だから大丈夫。そういうことか。で最後のやつが着地した瞬間にパン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 って戻る。そういうことか。三角形やで、そうそうそう、距離が足りずに。あ、なるほど。でちょっとこれ斜めっとってもダメなんだよね。うん、だからなるほど。本当は現地でやるときはもっとめっちゃ正確にやらなきゃいけないもんで、こんな感じかな。ちょっと一回やってみようか。ちょっと、やってみる。はい。だからこういうことになると、もうちょっとずれとるともうダメなんで。これ実験。だから今ここまでできたってことは。一回さ、この辺でちょっとやってみ。行きます。うん。おい、完璧やん。そんなに並べるのもかかってないけど、おう、一瞬過ぎてはかな。でも100兆やでな。今でまだ15ぐらいじゃない。15やろ俺。え、でも100兆一瞬っすね。一瞬かもしれない。テンションしなかも。やば、面白い。でも寸法とか金とかはしっかりしなあかんなと思って。本当は差し金とか当てた方がいいんやろうけど、そこまではいいかなと思って。あ、まあでも置いてってる感じ、製品村もありますし。そう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 、あるやん。これでそれが例えば1丁だけ倒れるじゃないですか。うん、倒れた時はどうなるんですか？多分これが来るやん。ゆっくりやってくださいね。はい、来るやん。はい、でこれが反動でこう倒れるわけ。はい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 。倒れてくと、あ、でここで引っかかるんか、次のやつで。そうそうそう、次のやつでこう引っかかる、引っかかるこの状態で止まるもんで、この状態で止まっとるんやね。はいはいはい。やけど最後の1個はパタンと落ちた瞬間に引っかかりがなくなるもんで、パタ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 って感じで。2回です。失敗2回したね。で今これね、印ちょっとし直したんやけど、こっちの長い方ね、印が、はい、レンガとレンガのこの間隔をちょっとね開けた方がいいんじゃないかって、はいはい、と考えて、はい、やっぱこれで詰まってくるとここでこう止まっとることが多かったもんで、はい、ちょっと離したらこの止まりがなくなるんじゃないかな。はい、ジャストよりも気持ち離すと。ちょちょ、そうそう、ちょちょ。一番初めこう倒れるときにスカっちゃうのが心配ですよね。うん、ああ、そうそうそう。このかかりがね、なくなるのは怖い。はいはいはい。ほんと気持ち離していく感じですか。そうそう、気持ちほんとこんなぐらい。1ミリ、2ミリないぐらい。はい。がベストかなと思って。じゃあそれで一回ちょっと立ててみましょう。やりましょう。はい。
これがやっぱり合わせてしっかりと均一に並べていかないと、はい、ああいう風に綺麗に折れない因縁深いというかそういう感じはしてますね。グラ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 こうなるんですよ。で今回こいつがそのこっちだ。これがほら、これがグラグラなので。これ例えば斜めにこうなった場合ここの角が引っかかっちゃうんじゃないかっていう恐れが、なるほど、だから立てるとき非常に、そうですね、はい、じゃあ待ってます、はい、じゃあ5秒前、4、3、2、まあ、今回ですね、はい、わらがみ様で、はい、どうしましたスイッチが怖くてもいい、ね、今回ですねいや、それはそうでしょ、始まるんですからもうめちゃくちゃ嬉しいです、今回ちょっとこのわらがみ様で、はい、あちらにあるレンガですね、はい、レンガの、あの、なんていうんですか、あれ、ドミノ倒しですね、ドミノ倒しレンガですね、はい、あれをちょっとね、お二人にこちらの株式会社エコスマイルさんにですね、はい、ちょっとお世話になりましていろいろ教えていただいたということで、ありがとうございました。こんな光栄なことはないので、いやいや、本当にもうありがとうございます。こちらこそ本当に何から何まで申し訳ないです。もうありがとう。今ね、非常にこのエコスマイルのこれがね非常にあったかいです。でワンちゃんがねそうですからねということで、はい、もし何かこうありましたら、はい、お仕事をエコスマイルさんに、はい、振っていただきましょう。ああ、もうお願いします。お願いします。全国のお願いします。何の業者さんに、一応家の庭を、はい、あのやってる、あの外構工事という業種になるんですけど、はいはい、なるほど、やってますんで。じゃあ外構工事はエコスマイルで、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。もう嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ皆さん外構工事はエコスマイルで。めっちゃ金額の方もね、そうですね。金額の方もエコとなってますか。あ、そうです。はい、その通りです。エコスマイルということで、ぜひ皆さん、外構工事エコスマイルでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。すごくアピールしてくれるのに、ついさっき、なんていう会社でしたっけ。いや、それはそうだったとは思えない。会社名聞いてなかったですよ、ね、すいません、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。いい思い出になりました。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。